皆さんこんにちは、琴の葉葵です。ソフトオクです。尾張三大古墳2回目です。犬山市にある青塚古墳を見学して古墳印をゲットする予定です。青塚古墳は宝石段丘延辺で標高 31.5 メートルに立地する。全長123メートル、後円部径78メートル、高さ12メートル、前方部幅62メートル、高さ7メートルを測る前方後円墳であり、その規模はダンプ山古墳に次いで県下第2位です。到着しました。今日のカメラはインスタ360-1R に1インチモジュールを取り付けています。東国山の時は保護シールを貼ったまま撮ってしまいましたが、今日はバッチリ剥がしてきました。現在手ブレ補正なしの状態ですが、やはり微振動が気になりますね。後処理のフローステートを使用し、超広角で出力することにします。ジンバル装着で水平維持は問題ないので、画質的には少しは有利ですね。かなりクロップされて画角が小さくなったのが残念です。先ほどから墳丘の上に人影が見える気がするんですけど。なんか人が集まってますね。どうやら墳丘の草刈りをしているみたいです。刈り取った草が山積みになっています。青塚古墳は小牧長久手の戦いの時には秀吉陣営の砦として使用されました。そのため別名青塚砦とも呼ばれています。高い建物のない戦国時代のことです。高さ12メートルは4階建ての屋上程度の高さなので、敵軍の監視などには都合が良かったでしょうね。正確なことは分かりませんが、出土波には土器より古墳時代前期の4世紀半ば頃の築造とされています。こうやって周りを歩いてみると、前回の白鳥塚古墳よりも大きいことが実感できます。上へ登れないのが残念です。
青塚古墳について。青塚古墳は愛知県で2番目に大きい規模を持つ前方後円墳です。別名大塚チャンス山と呼ばれています。この古墳は犬山市の中心から南方 6km、 標高 31m の台地の端に築かれ、古墳の西側には木曽川によって形成された平野が広がります。青塚古墳の形状は前方部、後円部ともに低い基段の上に築かれており、前方部2段、後円部3段の築成であります。また各段のテラス、平坦面には壺型埴輪が並べられています。前方部の墳頂には低い段があり、この段を囲むように円筒埴輪、ヒレ付き朝顔型埴輪などが並べられています。青塚古墳の周りは自然の地形を利用した空堀の集合があり、この集合からは古墳東側のくびれ部より外に向かって伸びる立橋があります。古墳の築かれた時期は出土した埴輪などから4世紀中頃の古墳時代前期に作られたものと思われます。葵ちゃん、縦札の読み上げお疲れ様でした。カメラは小型のジンバルカメラ、フェイユーテックのフェイユーポケットに変わりました。古墳を一回りしたので、古墳院入試のため青塚古墳を学習できるガイダンス施設のマホラの館へ行きます。ところでソフトオークちゃん、古墳院って言いにくいと思いませんか？私はなんとも思わないけど。じゃあ、ご封印、ご封印、ご封印と3回続けて言ってください。簡単です。ご封印、ご封印、ご封印、不平、ゲホゲホ。大丈夫、無理しないでね。買うときにご封印くださいって言うのは言いにくそうで嫌だな。そんな心配をしてました。まあ、リラックスしてことに臨めば、大丈夫でしょう。すみません。ご封印が欲しいのですけど。はい、300円です。施設内の動画撮影はいいですか？はい、大丈夫です。こういった室内ではジンバルカメラはいいですね。小型で目立たないし、取り回しも楽です。 EIS 電子式手ブレ補正はこういった場所ではどうしても画像がにじみやすいですね。
外に出てきました。前方部の先に小さな古墳があるみたいですね。行ってみましょう。この辺りですね。その木が生えてる、もっこり盛り上がった辺りでしょうかね。もっこりですか。ずっと昔のあのアニメを思い出します。今の発言忘れてください。さもないと分かってるわね。あわわわわわわわ、もう一つ小さな古墳がありそうですね。行きましょう。道路の向こうみたいだけどよくわからないですね。帰りましょう。この後、ちょっとだけ寄り道をしたいので、来た道を戻らず、先へ進みます。それはまた別の動画となります。ここで葵からのお願いです。この動画を気に入ってくれたら高評価ボタンをポチリとしてね。今後も見てくれるならチャンネル登録してくれると励みになります。感想や応援メッセージいただけると喜んで頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。命をかけて生きている。人の影で僕らは笑ってる。誰も教えてはくれない。本当に大切なことを叩き込まれる頭ごなしの取り合いだとかまずはさ。大人はいつだってそうだ。経験則だけで物語る。本質が見えた時には僕ら若さを失っている。未完成。